前髪が安定しない女なんですが、皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、8月と9月に出会ったお気に入りアイテムを厳選紹介していきたいと思います。動画の露出は新規かなっていうアイテムも今回多めになってます。ということで、どうぞ。相棒のカフェラテ飲みながらやってきます。まず一つ目のお気に入りがこちら、じゃん。アルティザンのポーチなんですけど、ビューティーコンサルタントのアヤンヌさんという方が監修されたポーチで、サイズがこれ以外にもね、いろいろあるんですけど、私今回一番大きいサイズをゲットしました。こんな感じでかなり大容量で、お家で使う時の、まあなんか朝パパパってメイクしたい時の一軍ポーチ入れっていう感じでも使ってるし、まあちょっと一泊二日とか旅行、まあ一泊二日以上入るよね、旅行とかちょっと外にお泊まりに行く時とかはもうこのままこのフルセットを持っていけば事足りるという最強なポーチです。なんかここにリップのマークが刺繍がね入っていたりして、ポーチの色もねめちゃくちゃ可愛いの、小豆色みたいなちょっと赤みを帯びたブラウンカラーで、中もこんな感じで、こんな感じでこの裏とかもね、このポーチ自体も取れたりとか、この仕切りも変えられたりするので、アルティザンのポーチ好きな方多いと思うんですけど、今回のねこちらのコラボポーチもめちゃくちゃ使いやすかったです。はい、こんな感じ。ということで今回はこの中にも入っている一軍の子たちを紹介していきます。まずベースがですねこちら、じゃーん、ナチュラグラッセラディアントスキンパーフェクターです。メイキャップベースで SPF32PA2+ のアイテムです。これね、めちゃくちゃ滑らかでスーッて伸びていきます。本当にみずみずしいです。こんな感じで初め結構ね白浮きしちゃうかなって思うぐらい割と白く見えると思うんですけど、伸ばすとね一瞬で馴染んでくれて、初めの印象と伸ばしてからの印象がちょっと変わるような不思議な使用感かなって思いました。本当になんかちょっとねもっちり仕上がる感じで、これ限定商品らしくて、なんでって思ったんですけど、まさかの期間限定アイテムなので、あの敏感肌さんだったりとか私みたいなインナードライさんとかにぜひねちょっと早めにゲットしていただきたいアイテムですね。で、初め伸びはすごいいいんですけど、一度伸びるとなんかこうピタッと密着して動かなくなる感じで、なんかお肌にすごく張りが出て表面に薄い一膜張ったような感じになるんだけど、それがこうもろもろにつながりそうなこう固形っぽい感じにはならず、パンってお肌自体が一膜追加されて強くなった感じ、水分量がアップした感じに仕上がります。はい、塗った方と塗ってない方こんな感じです。なんか毛穴の凹凸感もちょっとこうフラットにしてくれた感じがあって、なので自然なツヤ感が残りつつも、なんかより滑らかにこっちのこうお肌のアラとかがこっちの方が目立たないと思うんですが、シュルンとした素肌が綺麗な感じに仕上げてくれますよね。ウォーターベースなね美容液のような感じのテクスチャーの下地なので、好きな方多いんじゃないかなっていうような、今の時期からぴったりなアイテムになってます。今日は久しぶりのメイク動画ということで、まあ、お気に入り紹介なのでねちゃんと紹介していきたいんだけど、あのありがたいご報告とかもたくさんあるので雑談させていただきながらメイクもしたいと思います。めっちゃ雨降ってきたんだけど、なんかさやっぱり秋になりかけというか、気候もさまだ暑いと思ったら急に冷えたり、ちょっと不安定な時期ですね。って言ってももう今撮影してる今日は9月の29っていうことで、もう10月目前よ。結構それにしては例年よりもあったかいよね。すごい雨降ってる。ちょっと窓開けてるからうるさいかも。大丈夫？聞こえてますか？本当にお肌が綺麗に見えて、こっちもささっきかなりここら辺とか肌荒れ目立ってたと思うんですけど、これを塗るだけでこうパーンってね、なんかワンランク上がるんですよね。なんかスキンケアめっちゃ頑張ってる人の肌になるっていうか、こら頑張りなさいっていう感じなんですけど、あの結構3日に1度ぐらいサボっちゃう日があるんですけど、そんな私でもこの下地を使うと一気に毎日頑張ってるスキンケアが大好きな女の子のお肌になるかなと思っております。はい。次はねファンデーションなんですが、
今期ファンデーション本当にこの秋ねたくさん発売されて、今まで紹介してきたファンデーションいくつかあると思うんですけど、まだ紹介できてないファンデーションでお気に入りがあったので、今回はそちらをお気に入りに入れて紹介したいと思います。ということでこちらじゃん、私にしては珍しいブランドなんですが、アルビオンのファンデーションです。アルビオンスタジオのグレイズデューファンデーション050番を購入してきました。見た目もねすごい可愛くないですか。なんかちょっとこう魔法瓶みたいな、香水とまではいかないけどなんかこう可愛らしい見た目になってて、アルビオンの今までのこう化粧水とかのイメージとはまたちょっと違うような高級感のあるような瓶のパッケージになってます。雨がすごい、みんなに音入っちゃってるかな、ごめんね。こちらがなんで今回ね購入してきたんですけど、なぜ私がアルビオン今回買ってきたかというと、私のね周りの美容系 YouTuber の皆さんとか美容系インフルエンサーのみんながとにかくねこのアルビオンのファンデーションめっちゃいいって言うんですよ。本当に会うたびにアルビオンのファンデーション使ったとか、今期のファンデーションの中でアルビオン結構好きなんだよねっていう声を本当にいろんなところからいろんな形で伺って、そんなにいいのっていう風に思って、で価格もね、まあ、デパコスかなと思うんですけど、でもデパコスの中では比較的手に取りやすい価格帯っていうのも嬉しいなって思ったので、今回ね試しに購入してみました。これはね3層のベール処方になっていて、こう美容液成分っていうか、そういうこう美容液成分だよねが3層になっていることで、ツヤとハリを演出してくれるファンデーションだそうです。でツヤ系のファンデーションって今期本当にね大戦争だと思うんですけど、平均値がすごく高いファンデーションということで、カバー力もあって毛穴を埋める効果もあって自然なツヤも出してくれて、でもよれにくいという、すごくねみんな口を揃えてすごく使いやすいファンデーションっていう話を聞いてました。で実際私3日間ぐらいね使っていたんですけど、本当にね崩れにくいし綺麗がねキープされる感じでめちゃくちゃ良かったです。ちょっとさすがにうるさい大丈夫かな、雨の音も感じながらぜひメイク動画を楽しんでいただけたら嬉しいですはい、版画を載せてみました。ビフォーアフター、こんな感じです。結構さ、アップにすると分かると思うんですけど、鼻とか超分かりやすいよね。鼻私結構ねなんかシミっぽいのとか傷跡とかちょっとこうくすみ、ま、祭りみたいになってるんですけど、ファンデーションをつけた方がもう綺麗にカバーされててムラがかなり減ってるかなって思います。なんかそんなにめちゃくちゃ人工的なカバー力っていう感じじゃないのに、ちょっと目の周り雑すぎた、人工的なカバー力っていう感じでもないのにしっかりと綺麗にカバーしてくれてる感じがものすっごくね好みな仕上がりです。これのいいなと思ったところが、いろんなねベースとか日焼け止めとかと合わせてもなんか他のアイテムと合わせた時に喧嘩しづらくて、本当にね合わせやすくて使いやすいんですよ。なんかこう日常的に手に取りやすいファンデーションだなっていう印象でした。本当に最近、スキンケア3日に一度サボってるなって思ってるんですけど、それでもねこんなに綺麗に仕上げてくれるのですごく実力のあるファンデーションかなと思います。次がですね、コンシーラーこちら、じゃーん、トーンペタルフロートフローレスタッチの01番のコンシーラーフェイスカラーです。ここのオレンジっぽい部分で青グマを隠したり、ここのねベージュ2色で赤みだったりとかこう色ムラを補正したり、そしてここのカラーでハイライトカラーとして使ったりとかして、ほんと多機能なパレットになってます。これはね本当にまず見た目が可愛いっていうことで、トーンの今期の秋の新作のテーマが花びらとかね、お花ドライフラワーだったかな、ワイルドフラワーだ、そうワイルドフラワーっていうテーマだったと思うんですけど、それにちなんだなんかちょっと花びらのようなコンシーラーになっていて、見た目も100点ですよね。なんか
このケースもね、高級感あってちゃんとパチってなる感じとか、トータルでただのこうプラスチックじゃなくてちゃんとねおしゃれなんですよね。まずここのオレンジっぽいカラーで目の下のクマを消していきます。テクスチャーはね結構クリーミーなんですけど、硬いわけではない絶妙なラインのテクスチャーで、硬いテクスチャーのものってカバー力はあるけど馴染みにくかったりするんですけど、これはある程度粘着力もあってピタッと隠したいものを隠してくれるのに、なんかこう馴染ませやすいんですよね。そことそこ両立できるのみたいな驚きがあったアイテムで、目の下のクマもこんな感じでかなり綺麗に隠れてくれるし、あとはベージュのカラーでちょっと鼻の横とかくすみやすい部分ですね、つけていきます。はい、ということでこんな感じでコンシーラーしました。すごくない？もうさ、始まりの顔と顔が大違いだよね。カサカサしてる感じとかニキビがいっぱいある感じが分からなくなって、すごい。トーンのコンシーラーね、アルビオンとの相性もすごくいいので、ぜひねセットで気になった方は使ってみてください。続きましてがですね、こちらじゃん、大好きなバイユアのパウダーから新しくモイストタイプが登場しました。登場しましたって言ってもね、こちらがね10月24日から全国発売ということで、まだ少し先にはなるんですが、最近使っていてすごい感動したので紹介させてください。バイユアの元々出ていたパウダーも私すごい好きで、ベビーフェイスになるような、なんかちょっとこうフラットにソフトマットに仕上げてくれるような、すごくいいんですけど、なんか片言になっちゃった。こっちはモイストタイプということで、乾燥肌さんとかにも使いやすいような美容液成分たっぷり含まれているような秋冬にぴったりのパウダーが発売されます。こんな感じでパフも相変わらずしっかりしたパフがついていて、でこの中蓋もねしっかりしたものがついています。でこの中蓋くっついてるからなくすこともなくてすごく嬉しいですよね。で開けるとこんな感じ、こんな感じでメッシュタイプになっているので、ドバッとつきすぎることなく適量取れてすごく使いやすいです。このパフでつけて使うのもいいんですけど、私はこういう大きめのブラシでしっかりのせるのがお気に入りです。なんかねこのバイユアのパウダーは結構がっつりのせても嫌なマット感にならないので、私はね結構適量というか多めにたっぷりめにブラシでのせるのが好きです。粉の見た目はねベージュピンクのようなカラーになってます。なんかねセラミドとかセラミド誘導体とかホホバオイルとかオリーブスクワランとか、本当にたくさんのね美容液成分も含まれていて、しっとりとしたお肌に仕上げてくれるんだけど、表面はなんか前回のあのパウダーに近いような、割とサラッサラとまではいかないんですけど、サラッとした仕上がりにしてくれます。ビフォーアフターこんな感じです。ツヤが全くなくなっちゃったっていうわけでもないんですけど、もうサラッサラにしてくれたけど、こうマットすぎるようなお肌に仕上がった感じでもなく、こう余分なこう膨張してしまうツヤ感はなくしてくれたので、なんかこう右と左見た時にこっちの方がこう引き上がったような感覚に見えるかなと思うんですけど、そんな感じでねこう自然なツヤはあるんだけど無駄なテカリは抑えてくれるような最強なパウダーになってます。トーンアップ効果も適度なので、全然ね首との違いとかもそこまで分からなくてすごく使いやすいです。はい、持ち運びの時とかはパフでつけて全然いいんですけど、私のお気に入りはこのシュエムラのパウダーブラシでこうのせてあげるのがお気に入りです。あ、こっちつけの忘れてた。バイはほんとすごいよね。でなんかクリスマスコフレもね発売されるみたいなんですけど、なんかミニサイズのクッションが出るらしくて、めっちゃ可愛いの。ミニサイズっていうだけで可愛いのに、チャームがそこに付属されてて、そのチャームが本当に可愛い。なんかどこか韓国かどっかのあのアクセサリーブランドとのコラボ商品みたいな感じで、コラボ開発っていうのかな、なのでなんか本格的なジュエリーのようなチャームがセットでついてきて、ミニクッションにで、ミニクッションにつけれるようになってて、もうめっちゃ可愛いの。ちょっとぜひねバイユアのコフレもチェックしてみてください。はい、続きましてチークはですね、まず一つ目がこちら、じゃん、フジコの水彩チークです。これがねもうなんかパッてつけてポンポンポンってしたら完成しちゃうぐらい
めちゃくちゃ使いやすいテクスチャーのチークになっていて、塗ったの？塗ってないの？どっちなの？っていうぐらいの淡いグラデーションとかが流行っているなっていうところで、最近私もねそういうメイクも練習しているんですが、なんかそんな時にすごくぴったりなチークだなって思いました。ほんとカメラでね撮るとなんかわかるかなっていうぐらいな自然な感じなので、普段メイクにはマジでぴったりです。ちょっと動画映えを考えるともうちょっと発色してもいいかなとは思うんですけど、まあ普段使うってなったらやっぱこれぐらいの色の方が、普段使うってなったらこれぐらいの色の方が結局ね馴染みやすいし、どんなアイシャドウとかチークとも合わせられるのでいいんじゃないかなって思って愛用しています。だがしかし、やはり私は少し発色がいいものも好きだし、可愛いチーク大好きですということで、こちらじゃん、イヴ・サンローランから発売されたメイクミーブラッシュリキッドの44番です。これもねまず見た目がもう大優勝だし、色もねすごく使いやすいカラーで、これは発色がすごくいいのでほんとチョンでいいんですけど、こんな感じで多孔感チークっていう感じの仕上がりになります。これはもうね本当にちょっとでいいです。のせたいところにチョンチョンってのせて、指でのせてあげてもいいし、ブラシで乗せてあげてもいいんですけど、こんな感じでちょんちょんってつけたら、はじめはまずちょっと下にこれをねメイクアップアーティストさんをブラシでやってたんですが、まあ、指でもできなくないなっていう、でなじませる、トン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 って、すっごい可愛いし、薄膜でピタッと密着してくれて、なんかこう結構こうやってなじませたりしてもなんかムラになったりとか、内側のファンデーションが剥げちゃったりとかしないんですよ。これ不思議だよね。なんでさ、剥げるリキッドチークと剥げないリキッドチークがあるのか、つけてる私のこうつけ方とかコンディションは一緒でも全然違うんですよ。なんかこう剥げないようなシステムがあるのかなと思うんですけど、本当にねこれはすごく使いやすくて失敗しにくいチークなのでお気に入りのアイテムです。はい、で今回アイシャドウがねそんなになんかいっぱいあるんだけど、これをめっちゃ使ってたっていうのは意外となくて、いろいろ使っていたので、今回こちらコメントでね別の使い方も教えてくださいっていうコメントも多かったアディクションのアニバーサリーアイシャドウパレットを使ってアイメイクささっと仕上げていきます。はい、まずではここのカラー使います。やっぱお気に入りのカラーってさ決まっちゃうよね。このカラー私すごい好きなんで、ここのカラー、ここのマーブルカラーがすごく可愛いので目の下に入れていきます。涙袋にぴったりなねツヤ感が出るようなベージュカラーになってて、すごくお気に入りの色ですね。この色もボリュームがさ全然違うでしょ。なんか自然にボリュームアップするんですよね。もうサクサクやっていきます。そしたら次ここのツヤピンクカラーを取って、目の下の中央にベージュだけよりもちょっと色が足されることによって優しい印象になります。目の下にここのブラウン、涙袋の線もちょっとだけ足しました。ここのブラウンカラーを目の上にのせていきます。やっぱ秋はブラウンメイクだよね。したらちょっと外側にちょっとだけこのイエローを気持ち足します。内側の部分にこのオレンジキラキラ、ツヤオレンジをぼかします。眉毛描きます。眉毛はこちらシュエムラのブローシェーダーウォーム使います。もうこれはずっと安定して、これいろいろ試すけど、で他にもいいのもあるけど、やっぱりこれが私的には一番ペンシルみたいにシュッてキワも描けるし、めちゃくちゃ描きやすい。グラデーションになってるからこの中にもうさ100色ぐらいありますよね。そういえばね、アパレルが発売日と同時に発売日と同時に発売日にすぐにね完売しました。
本当にありがとうございます。再販を求めてくれるお声が多かったので3ピースニットを再販することになりました。で、再販にあたって予約っていうことでね、12月に次届くような予約の販売になっているのですが、予約してくださった方には必ず手に届くように予約してくださった方の手にはね必ずまた届くように準備していくので、買いたかったのに買えなかったっていうお声がすごい多かったのでね、なんかこう悲しい思いをさせてしまった皆さんには本当に申し訳なかったなと思いつつ、今回また再販できたのでここでゲットしていただけたら嬉しいなって思います。コラボ商品自体がすごく久しぶりのことだったので、そう、大丈夫かなって本当に思ってたんですけど、皆さんのおかげでね、なんかいろんなインスタライブとかもすごい盛り上げてくださって、質問いっぱいしてくださって本当にありがとうございました。なんかもう感動しちゃって泣いちゃったよね。なんかその発売日にさランクインしてて、なんかそれを見た時に、私の今までの人生を振り返ってしまって、こんなことになる未来って想像できてなかったなって素直にこう嬉しく思って、ね、勉強もさ、運動もさ、集団行動もさ、もう何に一つ得意じゃなくてみんなより3歩ぐらい遅れてる人間だったのでなんかこう劣等感の塊というか、なんか生まれてこの方自信を持ってこれができますって言えることなんて未だに一つもないんですけど、それでもみんながかよちゃんのおかげでこれ買えました、買えましたっていうか、なんていうの、この商品購入しましたとか、買いを買いしましたっていうコメントとか、なんか私がこうちょっと失敗しちゃったりとか、間違った文字間違っちゃったりとか、編集とかね、いろいろこうミスがあっても、かゆちゃんだ頑張ってるねみたいなみんなね応援してくれてる、そんな皆さんのおかげで私は5年間もこのお仕事を楽しく、仕事っていうか趣味っていうかっていう感じなんですけどね、そう5年間も YouTube を続けてこれて、もう本当になんか、今までやってきてよかったなと思ったし、集大成とかではないけど、なんか今回のそのコラボ商品ですごいこうエネルギーをいただいたというか、本当にスタッフの皆さんとか応援してくれてるみんなのおかげなんですけど、なんか嬉しかったの、本当にありがとうございます。第1弾で購入してくださった方はお手元に届く頃なんじゃないかなと思うので、喜んで来ていただけたら嬉しいです。本当にご購入してくださった皆さんありがとうございました。少しでもね興味持ってくださった皆さんも本当にありがとうございます。はい、ということで続きやります。まず1つ目がですね、いくつかあるんですけど、こちらキボのリップペンシルです。はい、プランパーリップなんですけど、こんな感じの新作が新しく発売されてて、これショート動画にもね出したんですけど、めっちゃ痛いです。あの有名なさ規模のプランパーと同じぐらい痛いようなテクスチャーになってるんですけど、ビフォーアフいきますよ。これビフォー本当に痛いの、こんな感じ。01番こんな感じです。本当に痛いんですが、唇がプルプルになります。で、色はね結構可愛いカラーが、明るめなカラーが多かったんですけど、私的にこの01番のベージュっぽいカラーが超気分で、秋のこっくりメイクにもぴったりな感じなので、私はこちらを今回一押しなんですけど、2番はちょっとねオレンジっぽい赤みがある色、これは内側に変えて、こんな感じのグラデーションも超可愛いです。唇がめっちゃ痛いんだよ、本当に痛いです。もうピッピリからだんだんジンジンに変わって熱みたいな、唇熱みたいな状態までこうグラデーションがあるんですけど、でも結構もう外で塗り直しても大丈夫なぐらいなりました。これは保湿力もすごく高くて、痛いのを我慢できる人であれば色も可愛いし、チュルチュルになり筋チュルチュルになるし、すごく今時っぽいリップでおすすめです。次がですねこちら、じゃーん、マックからマキシマルスリークサテンリップスティックっていうマックのリップスティック、サテンがリニューアルしました。パッケージはこんな感じで、パラマウントっていう昔からある大好きな、私も大好きなカラーです。大人気のカラーですね。やっぱパラマウントって本当におしゃれな色なんだよね、ということでおすすめなので使ってきます。
原点回帰って感じ。このブラウンは可愛くない？こんな感じです。前髪が安定しない女なんですが、こんな感じでどうでしょうか。やっぱパラマウント最高だよね。可愛い、こっくり秋カラーって感じで最高です。やっぱマックのパラマウント最高っていう話じゃない？最高だよね。でもう一色あるから、せっかくだからもう一色紹介します。これがシッティングプリティっていう色、ピンク系のカラーですね。ベージュピンクっぽい色。ちょっと2番目にこれ乗せたら色わかるかな。結構色持ちがすごいです。ティッシュオフしてもこんなにある。こんな感じ。ちょっと今日のメイクには合わないかもしれないけど、オーバー目に塗ったら可愛いんじゃない。ちょっとブルベさんっぽい感じのピンクかなと思います。冷ためなピンク。これも可愛いですが、やっぱりパラマウントの方が今日のメイクには合うのでパラマウント塗ります。やっぱ可愛いやっぱこの色可愛い。はい、ということでこれで今日のメイクが完成です。イエーイ。いかがでしょうか。今回はベースメイクとかが多めだったかな。どうですかね。今回はあんまりまだ動画で露出してないお気に入りのアイテムをメインに紹介してみました。皆さんのね、8月9月のお気に入りありましたら、ぜひコメントで教えてください。まだ使ったことないアイテムとかあったらね、また積極的に買いに行こうかなと思います。ということで今回はこんな感じの私のお気に入りを使いながら雑談メイクしてみました。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッター、TikTok、レッドのもやってるので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。